中村秀明は TBS のアナウンサー。熊本県熊本市出身。東京都立小松川高等学校、早稲田大学政治経済学部卒業。1979年4月に東京放送へアナウンサー第18期生として入社。2004年10月には社内再編により他のアナウンサーと共に TBS テレビへの出向社員となり、2009年4月、持ち株会社化に伴い、正式にTBS テレビの社員となる。新人アナ時代からスポーツ局に属しており、スポーツ番組のほとんどやニュース番組のスポーツニュースのコーナーなどに起用されていた。中継の主な担当競技は野球、相撲、ボクシング、バレーボール、陸上競技、バドミントン、アイスホッケー。1992年7月開催のバルセロナオリンピックでは、TBSU に取材を担当。2007年10月11日に行われた世界ボクシング評議会フライ級タイトルマッチ12回戦、王者、内藤大助 vs 挑戦者、亀田大輝でのラジオ実況を担当した。スポーツ以外の分野では、1990年12月の日本人初宇宙旅行の特番において、打ち上げリポートを務めたこともある。編成局アナウンス部担当部長やスポーツ局を兼務、歴任した後、2012年6月1日付で、TBS テレビ編成考査局審査部担当部長に移動した。ただし、以前から予定されていたスポーツ実況については、移動後も担当した。2016年7月31日をもって、定年退職。TBS アナウンサー当時、趣味にマラソンを挙げており、時々 TBS の本社までマラソンで通勤したり、マラソン、駅伝中継を担当する際に、実際に取材も兼ねて、コースを走ってみることもあるという。2012年3月に TBS 社内の公式クラブ活動として、ランニングクラブ、TBS ランニング部が発足した際、初代部長へ就任した。過去に TBS ホームページ内で掲載された、プロフィールページのインターネットアーカイブ内保存キャッシュ。ありがとうございます。